最近の YouTube だと、そこら辺の人に質問してみた系 YouTuber っていますよね。なに？わかんないとか、思ってる人がいたら、だいたいこういうやつです。What's up guys? In this video, we are gonna ask people whether they like my ass or not. Do you like my ass? Who the f*** are you? このビデオのタイトルに、ジャパニーズ YouTuber って書いてますが、これは国によらず、どこでも人気なコンテンツであって、その国の国民性とかを理解するのにすごい便利なものとなってるんですね。なので別に、これやる YouTuber 決めんだよ死ねとか、そういうこと言うつもりは全くないです。けど、この前 YouTube 見てて、とんでもないタイプの YouTuber に出くわしたんですよね。皆さんこんにちは、インタビューチャンネルです今日も大人気のあの企画、知らない人に色々聞いていこうと思いますなんかポケモンでこういう鳴き声出すやついるよな。日本の YouTuber を見たことがある人ならわかると思うんですけど、彼らの入り方ってめっちゃくちゃ気合入ってますよね。これ自分が暇な時にやる遊びなんですけど、そういう YouTuber の動画を編集してアニメっぽいエフェクトをかけるとめっちゃくちゃしっくりくるのでおすすめですで、実際に彼らがやってたビデオってのが大体こんな感じでした。あのすみません、アニメって好きですか？なんてアニメって好きですか？うわ、アニメ好きなんだ、オタクだ。もはや質問する側が何言ってるのか分かんなくて、聞かれた方が分かってなかったっていう。まあ、それだけでめちゃくちゃ面白いな、この人って思ってたんですけど、別の動画でももっと面白いことをやってたんですよ。皆さんこんにちは、インタビューチャンネルです今日は知らない人に僕がイケメンかどうか聞いてみたいと思います。ポーンこんにちは。あ、こんにちは。あのすいません、僕イケメンすか？突然じゃないですか。どうすか、イケメンすか？全然なんか違うって言われたんですけど、もう一人だけ聞きに行こうと思います。なんかめっちゃ精神的ダメージ受けてない？先生に怒られていじけてる小学生みたいになってるよ。こんにちはすいません、僕イケメンすか？いや、普通にキモいだろ。え、いや、キモいわ、死ね僕イケメンじゃないって分かったんでもういいっすわ、今日動画終わり。なんかトイレに行きたいけど我慢してる子供みたいなテンションだな、急に。これものすごいのが、コメントもみんな辛辣で、あ、そういえばダグトリオに似てるとか、アルパカ界ではイケメンだよねとかみんな言ってて、申し訳ないけどちょっと面白かったです。ちょっと待って、お前もアルパカっぽくね？アルパカっぽいってなんだよ、ちょっとわからんから友達に聞くわ。あの、僕ってアルパカに似てますか？あ、なんかこの月曜上がった動画のサムネアルパカみたいですね。わー